はい、それでは第6週目になります。今日の話題はここにあります。ちょっと長いですけれども、タイプ2コンピュータビリティですね。タイプ2の計算ですね。それから、多値関数ですね。値が一つではなくてたくさん出てくる関数、それからあとは、オートマトン その内部状態の個数ですよね。ステートコンプレックスという形になります。で、今日話が出てくるのは先ほど言いましたタイプ2の計算ですよね。それから、オラクルの計算なんですけれども、オラクルがイエスノーではなくて値を返すとファンクションの形をしているオラクルですね。ファンクションオラクルと言いますけれども、それからあとは先ほど言いましたようにステートコンプレクシティで、このステートコンプレクシティを、以前出てきましたリニアスペースハイポテスという、仮説ですよね。これに当てはめてみ、ようというわけです。それからあとは、CFL ハイアラキーというのを前にやりましたけれども、それはあの、言語の階層なんですけど、今度は関数化したものの階層というものになります。で、そこに出てくる関数がそのマルティバリュードですね。ここにこう MV というのがあります。これはマルティバリュードという意味合いですけれども、関数型のやつですね、という形で進んでいきます。で、今日は、ここにありますように第6週目ということになりまして、10週目までが古典の、計算力の理論で、11週目からが、量子化された、計算力の理論ということになります。それで YouTube の方に国際会議、それから招待講演のビデオ、動画が入っていますので、キーワード検索をしていただければ見つかります。今日の話題はたくさんあるんですけれども、こういうような国際会議ですね。このプロシーディングになっているのが国際会議ですけれども、それとあとはこう専門雑誌ですよね。そういうところに出てきたものですね。それから、こちらにもありますけど、こういうような、論文を元にしての話ということになります。さあ、それでは、今日は盛りたくさんなので頑張っていきましょう。で、まず最初は、先ほど言いましたように値がたくさん出てくる関数と、しかも、パーシャルな関数と、これは、要するに値がない場合もあるということですね。定義されない場合もあるということになります。で、こういうような話題について順番に見ていくということになります。それではまず、マルティバリュードパーシャルファンクションというのはどういうのかというわけなんですけども、通常の関数というのは、入力に対して必ず値がありまして、その値はただ一つ出てくる。例えば3を入れると10が出てきたり、6を入れると38が出てきたりというように、入力とそれから、出力というのが対応しています。ところがそうではなくて、その値が一つではなくて、例えば3と6、ね、8と6と5というように集合みたいなものですね。そういうものをアウトプットする場合で、もちろん集合になりますから空集合っていうのもありますね。ですから値が出てこない場合もあるというわけです。それがこのパーシャルと呼ばれるものになります、ね、部分関数という感じになりますね。で、値がただ一つある場合にはこうシングルバリューと、たくさんある場合はマルティバリューという形で SV と MV と、ね、マルティバリューの場合ですと MV ですね。こういうような形で、名前をつけていきます。ですからこれから出てくる関数のクラスの最後が SV の時にはシングルバリューと値が1個しか出てこないとですね。で、 MV の時にはマルティバリューでたくさん値が出てくると多値関数という言い方をしますけれどもになっているということになります。それで値がない場合ですね、要するに空集合をアウトプットする場合には、その f of x というですね、x という入力でこの f という関数に入れた値が、空集合の場合にはこの値が定義されていない、つまり空集合が出るときっていうのは値が定義されていないというふうに考えることにしましょうということになります。さあ、それで、今のようなそのマルティバリューなパーシャルファンクションっていうのを、どこに当てはめるかなんですけれども、これから考えるのは主にその CFL ですよね。プシダオートマトンを元にして計算しようということになります。で、この CFL を用いた関数というのは、まあ、昔からやられていまして、まあ、エビーだとかフィッシャーとかが、まあ、1960年代初めの方からに始め議論を始めたということになります。まあ、歴史は長いということですね。で、計算モデルとしてはこんな感じです。で、プシダオートマトンですから、まあ、スタックがあって通常のインプットテープというのがあります。で、両側にエンドマーカーがありまして、ヘッドは左から右に1回動いて終わりということです
ね。もちろんラムダトランジションですね、その空洞差というのがありますから、ヘッドが動かない場合もあります。その時には内部状態が変わるか、このスタックの中身が変わるかというような場合になります。でそれとは別に関数を計算するそのアウトプットするテープですね、アウトプットテープというのを用意しておきます。でヘッドは左から右に文字を書くと、ずれ動いていくということになりますから、書いた文字を読み込むことができない、つまりライトオンリーですね、書くだけというような形になります。もちろん何もないところにはこのブランクですね、空ごと、まあ空、要するに空を表すシンボルですね、ブランクシンボルが書かれているということにしますと、そのブランクシンボルを読むごとに文字を書いていくということになります。まあ何もかヘッド文字を書いているときですね、空ラムダブランク以外の文字を書いているときには必ずヘッドが右に動くというのが約束事ということになります。ですから何も書かなければヘッドはここに止まってても構わないということになっています。さあそれでその、一方向に動く非決定性のプッシュダウンオートマトですよね、というのを考えます。で、非決定性ですから、もちろん枝分かれをして、計算というのが、木の形ですね、計算2というのを構成します。でそれぞれの、パスですね、道に従って、1つずつアウトプットを出していきますから、木の構造で枝 葉の部分がたくさんある場合にはたくさんの値が出てくるということになります。でその関数をその 1NPDA が計算をするというのはどういうことかといいますと、次の2つの条件が成り立つということですね。 F の、定義域ですね、要するに F の値が決まっているような入力につきましては、この機械を走らせますと、X という入力に対して走らせますと、この F of X、これマルティバリューのファンクションですから、集合ですよね。で、例えば集合の中が2、3、6であれば、2と3と6というのを全てアウトプットするような、コンピテーションパス、計算の道がありまして、しかもアクセプティングで止まるということですね。つまり、計算をこうずっと言ってやっていった最後が、アクセプトかリジェクトかを決めると。いうわけですね。このアクセプトになったところだけを見るとちょうど F of X の値が全部出てくると。じゃあこのドメインでない場合ですよね、定義域でない場合にはどうなるかと言いますと、全てのパスがリジェクトで終わるということになります。まあ、アウトプットテープに文字が書かれていてもリジェクトで止まりますと、そのアウトプットは無視されるということにしましょうというわけですね。で、まあ、言い換えをすると、要するにライトオンリーのアウトプットテープがありまして、その上に、値を書くと、例えば y というものを書くと、でその y を全部集めたもの、それがぴったりこの f of x の値と同じくなっていると、こういう場合に、この機械 m というのがこの f という関数を計算しているというふうに、いう形で言うということになります。例えば入力がありまして、この機械を走らせますと、まあ、こういうようにたくさんの枝が出てくるわけですけれども、それぞれの道の最後に、アウトプットテープに例えば y1 から y5 というのが書かれたとしましょう。ところが y の1から y の3はリジェクトで止まりますので、ここは無視すると。でこのアクセプトになったところだけこんなふうにやって正しいアウトプットという形にします。そうしますと x を入力としてこのマシンはこの4と5、 y の4と y の5だけアウトプットしたと考えます。じゃあこちらの場合どうかといいますと、それぞれ y1 から y5 というのはアウトプットテープに書かれるんですけれども、全てリジェクトで終わってしまう。つまりアウトプットは空集合というふうになります。このようにその書いた文字を最終的にこのアクセプトとリジェクトで実際のアウトプットとするのかしないのかということを最後に決めることができるということになります。でもうちょっと正確に言うと、デルタですね、遷移関数はこんな感じで書かれます。入力がありまして、それから内部状態がありまして、それで入力、それから出力と、これはスタックの内容ですよね、入力とそれからスタックの内容を読みまして、新しい内部状態とそれからスタックの中身ですね、それからアウトプットの場合というものになります。という形で計算をしましょう。でこの ACCM と機械 M に対して入力 X を入れたときに、この大文字の ACC というのは何を表すかといいますと、この M を走らせたときのアクセプティングになる
コンピュテーションパス全部をこういう記号で書いておきましょうと、まあ、これは後で使うというわけですね。ですから ACCM というのはこれアクセプトになるアクセプティングな計算機、計算の道ですねというものを全ての集合ということになっています。それからもう一つここですよね。で止まるタイミングなんですけれども、入力の長さを N としたときにそれに比例する時間ぐらいで必ず全ての道が止まると。でこれはアクセプティングであろうとリジェクティングであろうと全ての道が止まるというふうに約束しております。でどうしてかといいますと、一番ベースになるそのコンテクストフリーですよね、文脈自由言語の場合ですと、プッシュダウンオートマトン、非決定性のプッシュダウンオートマトンというのは入力の長さの、に比例する、要するにリニアな時間ですね、線形時間で止まるということがありますので、今回関数型にしてもやっぱりあの N に比例する時間で止まるというように約束をしておきましょうということですね。ですから長い計算は考えていないということになります。それで、関数のクラスをこれから定義していくんですけども、 CFL というのは言語のクラスなんですけど、その後ろにこう MB とか SB とか SVT とかっていうのをつけますと、これは関数のクラスという形で、理解しましょうというわけです。で、MB の場合ですと、これ、まあ、MB、先ほど言いましたように、マルティバリュードなパーシャルなファンクションを表します。これは、1方向の NPDA ですね、非決定性のプッシュダウンオートマトンで計算できる関数と。で、特にこのマルティバリュードのものをシングルバリュード、要するにアウトプットするものが1つしかないと。いうように制限をしたものが CFLSB となります。でそのシングルバリュードの中でさらにトータルであると、つまり空集合をアウトプットしないと必ず入力に対してアウトプットがある、そういうような関数ですねに制限したものが、この最後に小文字の T とトータルの T というのを書いておきます。で CFLMB括弧の2というのはどういうのかといいますと、2つの関数、これが CFLMB の関数なんですね、ここにこの関数ですけれども、ここから取ってきた2つの関数のアウトプットっていうのは集合ですから、この2つの集合の、積ですね、重なっている部分をアウトプットとするような、関数だけを集めたということなんです。この括弧の2の2っていうのは要するに2つの関数ですね、 F1 と F2 みたいに2つのものの、インターセクションを取ったものということになります。でこれは関数のクラスとしては、まあ、これは決定性の、トータルな関数なんですね、リニアタイムで計算できるものですけど、これを、CFL、SBT を含んでいて、さらに SB を含んでいて、MB を含んで、MB2 を含んで、それぞれのところは、まあ、要するに構造が違うということで、プロパーな、インクルージョンになっています。まあ、どちらかといいますと、マルティバリューで値が2つ出るものと1つしか出ないものは当然違うわけですから、完全にここのところはプロパーになるというような形で、これは構造的な、違いから、違いが出ているということになります。さらに、まあ、いくつかちょっと具体例を見ましょうというですね、このパルというのはどういう関数かといいますと、W という、0、1の値、ストリングですよね、これをもらってきたときに、この W の中を見て、真ん中あたり、どっか真ん中あたりに、ちょうど自分自身とちょうど裏返しになる、つまりパリンドロームですね、回文になっているような場所がありましたら、それを全部アウトプットしてくださいというものになります。ね、という関数。この関数は、どうやって計算するかといいますと、まあ、入力が与えられますと、まずこのどこで切るかですね、この U と B の切り方のところを考えます。例えば11の場所、12の場所、それから NN というようにこういくつかの場所ですよね、を考えます。でそこの場所の真ん中になる部分ですね、1と2の間とか、ね、1と1の間というのは空になりますけれども、その間にあるやつをこう X と考えますと、それがちゃんとリバースと同じくなるか、パリンドロームであるかというのをスタックを使って、要するにこの半分を、X に対して、スタックを使って自分自身と同じかどうかというのを判定して、最終的にイエスかどうか、つまりアクセプトかリジェクトかっていうのを決めてやって、アクセプトであればこの X をそのまま、あここの X を書いてるときに、チェックしてるときに、そのままアウトプットテープに X を書くんですね。で、イエスであればアクセプトで、ノーであったらリジェクトで終わると。いうことにしますと、ここに何が書いてあるのか無視されますので、この残りの部分が正しいアウトプットということになります。ですからちゃんと真ん中あたりにこうパリンドロームの部分がありましたら、それが全部アウトプットされるということになります、ね、ということでこのパリンドロームは CFLMB
で、これトータル、要するに値は必ず、ありますので、トータルな関数ということになります。よろしいですか。もう一つ見ていきます。今度は IP2 ですね。これはどういう関数かといいますと、X という入力に対して、それと同じ長さ、まあ、X というのは0、1のストリングですけれども、同じ長さのストリングを考えます。そして、内積を取ると、ね、バイナリーな内積を取るということになります。ね、それがちょうど、奇数になっているか、奇数の値になっているかとかいうのを判定して、奇数になっているような、値、ストリング C を全部集めるというのをアウトプットするということになります。で、以前、集合として、これ X ないですよね。X ちょっと間違ってますけど、IP2 という言語をやります。これは XG というのをもらってきたら、X と G というのを分けて、それのリバースをつけたものと、G というもの、X のリバースと G の内積を取ったものが奇数になっているかというのを判定する言語でしたけど、今度は関数なんですね。で、まあ、入力をもらってくると、どうやって計算するかといいますと、まずこの G という可能性があるやつですね、ちょうど X と同じ長さの G というのをすべて、取ります。これは非決定的にと、つまり0を N 個から1が N 個まで全部の場合を作ります。で、作ったらそれとこうですね、この値が G になりますから、 X と G というのをそれぞれ内積を取ってやります。で、これモッド2ですから、足し算していくときに偶数か奇数かだけ覚えておけばいいので、1ビットで覚えることができます。で、最終的にこの内積の値が、奇数であれば、失礼します、これ逆だね。1であれば、アウトプット0をするんですけれども、これとこれの内積を取ってやると0になるんで、ですよね。で、内積を取って、これはアクセプトになりますから、これがというような形で、リジェクトと、それからアクセプトの部分、その時にはちょうどこの G の値が出てくるということになります。ということで、最終的にはちょうど X と G の内積が奇数になるものだけが残っている。ということになりまして、この関数を確かに計算しているということですから、CFMB になっているということになります。まあ、実際はこれスタック使わなくても計算できてしまうので、もうちょっと弱いクラスですね。オートマトンの関数型 MB の形ですね。これで計算できるということになります。まあ、こちらにつきましては、また後の方でちらっと出てきます。さあ、そこで、今関数を作りましたけれども、これはシングルバリューになりますけれども、実は関数とそれから言語というのは関係がありまして、例えばの話ですけれども、 CFL とそれから CFL のコンプリメントを集めたクラスですね、これの重なっているところという言語を考えましょう。そうしますと、それを、特性関数を取った、特性関数っていうのが分かりますよね、A に入っているときに1が出て、 A に入ってないときは0を出す関数ですけれども、その関数が CFL、SV に入ることと、この言語が CFL と COCFL のインターセプション、重なっているところに入ると同値になります。つまり言語というのと、それから関数というのがある意味顔関係しているということになります。で、まあ、この CFLSB というのは、実は CFLSB のトータルなもの、それからマルティバリューなものにこう変えても、やっぱり同値関係が成り立つということになります。さあ、それで、CFLMV っていうのは、これ関数にした、文脈自由言語のクラスになりますので、CFL につきましてはパンピングレマですね、日本語で言うとポンピング定理とか繰り返しているというですね、というのがありました。それの関数バージョンというのを、考えることができます。ちょっと関数バージョンですと複雑になります。要するに入力の部分と、それから、出力の部分をこう5分割して、それぞれにつきまして、条件が出てくるということになります。ですから、通常の、条件より少し多い条件になる。こちらの方は入力の、長さですね、真ん中の長さが長くあまり長くないと。それから、この入力とそれから出力の、部分ですね、繰り返しの部分というのは必ず1以上ですね、ラムダにはならない、0にはならない。それから、BQ ですね、このアウトプットの方の大きさというのは、この M に対して、プラス D で、この M の比例するぐらいで、そんなに 大きくはないというですね、まあ、この1番目の条件のアウトプットバージョンみたいなですね。それで、
出てくる答えはこの B とそれから Q ですね、2番目と4番目の場所を毎回繰り返すというのは、入力の方の2番目と4番目を繰り返すたびに出力の方も同じ場所ですね、同じ場所が繰り返されるということになります。ただ長さが同じ場合にはもうちょっと、条件がつきまして、 B とそれから Y と Q の長さが同じというのと、それからこの1番と2番というのは実はまとめることができて、PQ が1以上であるという条件に書き直すことができるということになります。さあ、そこで先ほど出てきました非決定性のオートマトンですね、今度はスタックを持たないオートマトンの関数などの場合ですけれども、NFA ですね、の非決定性の、ファイナイトオートマトンですね、それのマルティバリューのバージョンですけれども、それはどういうのかといいますと、ドメイン定義域に入っているときには、1方向の非決定性有限オートマトンというのがありまして、それが全ての、f of x のエレメントを必ず作るアクセプティングのコンピテーションパスのところで作っていると。で、 f の定義域に入っていないような入力の場合には、この機械というのは全てリジェクトで終わるということになります。そうしますと、この NFAMV というのは CFLMV とそれから 1FE の間に入っているということになります。さあ、そこで、今度は関数のクラス2つに対して、オンジャンクションそれからディスジャンクションというのを考えることにしましょう。まあ、要するに言語のクラスでいう重なっている部分ですね、それから全体の、まあ、積集合と和集合みたいなものですね、それに対応する関数のバージョンということになります。それで、F という関数クラスと G という関数クラスのコンジャンクションというのはどういうのかといいますと、G1 と G2 というのをそれぞれ F と G から取ってきたときに、その出てきたアウトプットの値の、これまあ集合になるわけです、それの積ですね、重なっている部分を取った、そういう関数を集めたものということになります。まあ、記号的には、G1 と G2 にこういうこのコンジャンクションのこの尖った部分ですね、こういう記号を書いて、表しますけれども、まあ、絵で見えるところですね、G1 の方がこういう Y1 からその W2 のところまでアウトプットしていく、でこの G2 の関数は W1 から Z3 までアウトプット、その重なっているところをアウトプットするのがこの F1 という関数ということになります。で、このディスジャンクションの方は逆にこの重なっているところではなくて全体ですね、ですからここでいうとこの緑の部分とそれからこの青の部分、これ全部がアウトプットされるということになります。さあ、そうしますと、まあ、エグザンプルとしてはこの F というのが A to the N、 B to the Lというもので、この G の方が A to the N、それから B to the 2N ということになります。で、これでこの、コンジャクションを取ると、どうなるかといいますと、これ和集合になりますから、これとこれがの和集合ですから、両方が出てくるということになります。で、それに対して、今度は F がこの A to the N、B to the N、C to the M ですね、N と M と、まあ、直接関係ないんですけれども、2つの変数が出る。下の方は A to the M、B to the M、C to the M ですね。今度は B と C の個数が同じだけども、A の方は何でもいいというわけです。今度は重なっているところを考えると、ちょうど A の長さと B の長さと C の長さがぴったり同じというような値だけをアウトプットする関数が出てくるということになります。ね、まあ、これがちょうどエグザンプルになるわけですね。で、今と同じようにして、コンジャンクションを繰り返すことによって、クラスが広がります。例えば CFLMV の括弧の位置ですね、これは CFLMV を1個だけ取ったもの、これがベースになりまして、 K プラス1というのは K 番目までに作られた関数とそれから CFLMV のコンジャンクションを取ったものという形で転用します。まあ、これの、まあ、こうやってハイラルキーが作られるんですけれども、それをシングルバリューに制限したものですね。要するに F の値が、たかだか1つしか出ていうように制限したものを SB と書くことにしましょう。そうしますと、まあ、こんなような関係が得られるということになります。まあ、この、ユニオンの形で書かれているものというのは、要するにこの K と M という値のマックスの部分より大きいけれども、かけた部分よりは小さいと。それからこの
重なっている部分ですよね。軽断面と円盤面ですけれども、とマックスより大きいし、今度は上から押さえるときには K プラス M で上から押さえることができる。ですからこのオアの部分とそれからこのアンドの部分というのが多少違ってくる、上の部分が違ってくるということになります。でこれ、K 番目と K プラス1番目は確かに違うということが、証明されます、ね。さあ、さらに関数の間の、これ、ブーリアンですけれども、ブーリアンが、結合を考えます。でまず最初にディファレンスというのを考えます。でこれはどういうのかといいますと、G1 という関数の値と G2 の値ですね、両ともか集合になってますから、 G1 of X という集合から G2 of X の集合を引いた残りをアウトプットする関数ということになります。そういうのをセットディファレンスと言いますけれども、この引いた部分ですよね。それからそれの特別な場合として、その高 F というやつですね。要するに、ここに絵がありますけれども、今長さ、P of N ですね、 X の長さの、P という、多項式ですね。この P というのは多項式なんですけれども、この P of M という長さ以下のものですね、そうなるようなストリングを全て考えた集合を考えます。これが、要するにユニバースになるわけですけれども、その中からこの G of X になっている部分ですね、この G の関数がアウトプットした残りの部分ですね。ですからこの部分からこの G of X を引いた残りの部分、これをアウトプットする関数というのをこう F と書きましょうということになります。集合でいうとちょうどコンプリメントに対応する部分になります。で、今まで出てきた、いろいろなオペレーションですよね。この AND の部分ですね、コンジャンクションとかディスジャンクション、それからセットディファレンスとかコンプリメントですね、こういうものによっていろいろな関数が作られるということになります。例えばこの IP2 っていうのが先ほど出てきましたけれども、内積を取って奇数になるというやつですね。これのコンプリメントっていうのはどうなるかといいますと、長さ多項式としてちょうど定数倍ですよね。そのままですね、長さ x というのを取りますと、高等関数です、取りますと、IP のコンプリメントというのはどうなるかというと、X の長さより1以下の長さのストリングで、ちょうど X と Z で長さがちょっとずれている場合がありますから、0でちょっと補って同じ長さにしたとしまして、内積を取って、0になる。こっちは1ですから、0になるということになります。これが、デファレンスということになります。コンプリメントになります。そうしますと、CFLMP のコンプリメントのコンプリメントは自分自身に戻りますし、CFLMP のコンプリメントは実は NFA の MB から CFLMB を要するに差を取ったんですね、とぴったり一致します。さらに CFLMB から CFLMB の引き算をしたものっていうのは、ちょうどこの CFLMP とコンプリメントの CFLMB のコンジャンクションというものと一致する。だから CFLMB はコンプリメントに関して閉じていないということですね。トータルにしても同じですけれども、こういうことが証明できるということになります。こういう性質があるということですね。さあ、それで今度は、リファイメントと呼ばれる、もう一つの場合ですね。でこれを見ていくことにしましょうと。で新しい関数のクラスとして、こういうもの、これちょっとハイフンですね、を考えましょうということになります。でリファイメントというのは一体どういうものかといいますと、こういうものを言います。で、F という関数と G という関数、2つ関数があって、定義域、それから地域の部分ですね、これが同じだとしましょうと。その時に、G が F のリファイメントであるというのはどういうか、記号で書くとこんな感じですよね、G の方が F をこうリファイメントしているという書き方をするんですけども、これは要するにこの2つの条件が成り立つ。全ての入力に対して、F of X の値があるときには、G of X の値も必ず存在します。つまり F of X、F が定義されているところでは G も定義されているし、G が定義されているところでは F も定義されているということになります。それで出てきた答えですけれども、F というのは必ず G の答えを全て含んでいると。つまり、プラスアルファがあるかもしれませんけれども、F は G の答えを少なくとも含んでいる。集合として含んでいるということですね。という
場合に、G は F をリファイメントするというふうに、定義をします、ね。まあ、要は要するに、見方を変えると F の値からすると G というのはこの F の中のいくつかのエレメントを抜き出していると、まあ、セレクションしているという形になります。でこの、まあ、もうちょっと言いますとこういうことですね。このそれぞれの F が、G によってリファイメントされているときにこの大文字の F ですね、クラスとしての F とクラスとしての G というのに対しても同じ行に記号を使いましょうということになります。もちろん関数として F が G を含んでいれば当然 G は F をリファイメントするということになります。ですから通常の包含関係ですね、インクルージョンというもののある意味拡張になっているんですけれども、さらに値を選ぶことができるということになります。まあ、具体的な例としてはパルというのは先ほど出てきましたけれども、 W の中のある一部分、真ん中あたりの部分がパリンドロムになっていると、自分自身をリバースしても同じだと、そういうものだけを全部アウトプットするという関数があります。でその中の一番大きなやつですね、まあ、これバイナリーなストリングですから、まあ、辞書式順序でこう並べて辞書をこう引くとありますよね、先頭さ、先に出てくるか後に出てくるかという形ですね。その辞書式の順序で前にある、一番後ろにあるやつですね、というのをアウトプットするようなマックスパルというのを考えてやりますと、当然これというのは要するにドメインを考えてやりますと、これが存在するときはこれも存在するし、こっちが存在するときはこっちが存在しますということですね。でさらにこっちというのは必ずこれの中の一部分の原理なんで、まあそういう中の1個だけ取ってきてますから当然なりますということですから、当然このマックスパルというのはこのパルというのをディファインしてということになります。まあ、逆に言うとパルというのはマックスパルでリファイメントされているという言い方でございます。まあ、これは具体的な例ですよね。さあそれからもうちょっと見ていきましょうと、今度はリファイメントの関係ですね、 CFLMP と CFLSB というのを見ていくということにしましょう。で実はこの CFLMP、 これはマルティバリュードのファンクションですから、入力 X に対してアウトプットがたくさんあるんですね。でこちらの方はシングルバリュードですから、同じ入力に対してたくさんあるアウトプットされる値の中から1つだけ選ぶということになります、ね。で実はもっとこのギャップ、これまあギャップがあるということをこれから証明するんですけれども、さらにもうちょっと強いことが言いまして、SB このそうですね、この CFLMB をもうちょっと弱くしたものですね。こちらはマルティバリュードですから、アウトプットが2個でも3個でも4個でも1個でも何でも何個でもいいわけですけれども、まあ、0個でもいいんですね。でこちらは2個までに、制限したアットモースト2というんですね。で0か1か2とで3以上のアウトプットは出ないような関数ですねを考えましょうというわけです。でその中でもうちょっと条件をつけまして、一方向に動く非決定性のプッシュダウンオートマトン、まあ、枝がこう分かれて出てくるんですけれども、アウトプットはその中で必ず高々一つではなければいけないというわけです。というようにです、条件をつけたのをアナンビニアスという言い方をします。つまり、アクセプトとかリジェクト、まあ、アクセプトがあるときには値があるわけですけれども、そのアクセプトになるのが高々1個、つまり全部リジェクトがアクセプトはあっても1個だけという制限をした、そういうような機会を考えましょうと、この CFL2B ですね、アウトプットが2個以下の場合の中でさらに条件がありまして、アクセプトになるものが、2バリュードのパーシャルファンクションで、アンアンビニアスな 1NPDA で計算されるようなものが UCFL2B とということになります。すみません、ちょっと言い方が違ったかな。アンナンビニアス、さっきの、アンナンビニアスっていうのは言語の場合ですね、アクセプトになるのが、ただ一つという形です。ただ一つか、あるいはゼロかっていうのは言語のことでしたけど、こちらの方は関数ですから、もうちょっと実際強いことが弱くなって、入力 X とあるアウトプットバリュー Y と。いうのを考えると、その Y を出すような道というのはただ1本しかないと。2本以上ない。つまり、枝がこう分かれて出てくるんですね。その時にこう Y1 があったり、Y2 があったり、Y3 があるわけですけれども、ここに Y があって、ここにも Y があるというようなことがないと。Y というのがあったら、それは
必ず決まった一本の道しかないというわけですね。そういうような関数、機械がアナウギミンスで、その機械で計算されるような関数と、それが前に U をつけて、このアナウギミンスの U をつけて UCFL2B ということになります。そうしますと UCFL2B は CFL2B で含まれて、さらにこれは CFLMB になると。何をやりたかったかというと CFLMB と CFLSB を見たかったんですね。で今この上に出てきたものをずっとこう弱めた、この弱いクラスを考えましょう。そうしますとこの弱いかクラスでさえ CFLSB でリファイメントすることはできませんよということになります。ですからこれ弱いクラスでもできないんですから、当然大きくしたらもっとできなくなりますから、 CFLMB は CFLSB でリファイメントはできませんよという結果になります。ですからこの上に書いてあるテオリーの方が、このこちらやりたかったこの結果よりも強い、主張ということになります。でこれどういうふうにやるかといいますと、まずこの、関数 H3 というのを定義をします。これはどういう点、ことかと言いますと、次のページで定義を見せるんですけれども、先ほどの UCFL2B に入っていて、そういう関数をやります。でさらに、どういうことを証明するかというと、この H3 という関数は、どんなに CFLSB の中を見てもリファイメントは存在します。ね、ということで、H3 はこっちに入っているけれども、リファイメントとしてそれをリファインするような CFLSB はありませんということで、この定義が証明されるということになります。じゃあ、この H3 ってどんなものかといいますと、こんな感じで定義をされるということになります。まあ、簡単に見ていきますと、0、1のストリングでそれをこう3つ並べて、真ん中にこうセパレーターを入れたものですね、を考えます。でその時に、i の3っていうのはこう2つ数字、1か1と3の間の数で、i の方が j より小さい数を並べたものというのを考えますと、まず言語 L3 というのを定義します。これは入力がこの H1、X1、X2、X3 をこう並べてセパレーターがついたもので、ですからこの形をしていると思いますよね。であって、この i の3ですよね。この i と j というのが存在して、この x の i 番目、例えば x の1ですね。それから x の j 番目、例えば x の3という。この2つが、片方をリバースしたものと一致しているということになります。それで、この w の形をして l に入っている入力の時には、そのどの x サブ i とどの x サブ j がこのミラーイメージの形をしているかという、この i と j というものをこう 0を i 個、1を j 個並べて出来上がったバイナリーのストリームをアウトプットするの集合をアウトプットするという形になります。例えばこの h3 は001、それから100、000というような3つの部分ブロックを持つような入力だったとしますと、一番最初のブロック001をリバースすると2番目のブロックになりますから、答えとしては0の1、それから1の2 と要するに1番目と2番目がちゃんとリバースの形をしています。それから001100001ですと、見てわかるように一番最初の場所と2番目、それから2番目と3番目と、この2つがちょうど対応関係になってますから、012とそれから23とこの2つが出てきます。ところが111011101というのはどれもリバースしてもどれとも一致しませんから空集合ということになるというわけです。さあそれで、今度はちょっと話が変わりまして、今度はワンエフリンっていうのを昔最初の一番最初の第1週目にやりましたけれども、それを、パーシャル化したものと、要するに部分関数化したものというのを考えます。でこれはどういうふうにするかといいますと、まあ、要するに値がなくてもいい、アクセプト・リジェクトという特別な状態で、その計算が終わってアウトプットテープに、出力したときに、アクセプトであればそのままアウトプットとしますけれども、リジェクトに入るという可能性ですよね。でリジェクトに入ったときには、そのアウトプットテープに書いてある記号は無視されて、要するに、機械は何もしないで止まってしまったと思って、アウトプットがないと。そういうふうにして得られた関数の全体というのが 1F リンのパーシャルという形
で、カッコつきでパーシャル、まあ、トータルであれば、通常の前振りということになります。で、これ、まあ、普通の関数ですから、要するに決定性のチューリング機械で動くんですけど、これを非決定化するというのもあります。そうすると非決定化したやつを、ノンディターミニスティックなリニア単位の、マルティバリュードなファンクションのクラスという、ちょっと長いんですけれども、こういうようなものを考えます。ね、ですから、定義は先ほどと同じように、定義域に入っていれば、確かにこの関数 f of x の中のエレメントを全てちょうどアウトプットします。全てアクセプティングでアウトプットすると。そうでなければ、どうなっているかといいますと、全てリジェクトです。ただし、時間としては入力の長さに比例する時間で必ず、それがこのリンというものですね、線形時間で止まるという宣言が入ります。で、こうやって、関数が定義をされますですね。 1nlinsv というのはシングルバリュードに制限したものですし、トータルに制限したものは t と書いてあるですね。それから特にあのレングスプリザービングというのがあります。要するに入力の長さと出力の長さを見たときに、まあ、特にあのシングルバリューのときには入力が1個でアウトプットが1個あるかないかですけれども、もしアウトプットの値があるときにはアウトプットの長さと入力の長さが全く同じときにレングスプリザービングと長さが保存されるという言い方をします。で、ただ木山民銀が証明したのはそのレングスプリザービングな関数ですね、 1nlinmv というマーティバリューの関数というのは確かにこの 1f リンパーシャルでリファイメントされる。さっきはリファイメントできないって話でしたけど、今度はリファイメントができますよという話です。で、この、事実というのはこの後で、ウィーク7の方でワンウェイファンクション、まあ、あの暗号の話になった時に一方向関数という話で、もう一度表しますですね。で、 1f リンがあって 1f リンパーシャルがあって、1nlinsv がシングルバリューとなってマルティバリューとなるというんですけども、これもやっぱり形の上でこっちはトータルファンクションですけどこっちはパーシャルですから当然違いますということですね。これシングルバリューとマルティバリューとで違いますというふうに構造的に違うということで包含関係が出ています。さあどんどんいきましょう。で、今度は CFNMV ですね、非決定性のプシダンオートマトンでマルティバリュードの関数を計算するという話がありましたけれども、今度はそれを階層化すると、もっとさらにいろいろと関数のクラスを見ていきましょうというわけですね。で、その時にリファイメントはどうなっているのかというわけです。で、それからあと今度はアドバイスというのがありましたけれども、その時にはこうスラッシュアドバイスというスラッシュを1個使ったものですけど、今度はダブルスラッシュを使ったアドバイスのオペレーターを考えましょうということになります。さあ、そこで CFL ハイアラキーというのを前にやりました。これは CFL ですね、通常のプシダンオートマトンでアクセプトされる言語の全体ですね。こちらはそれのコンプリメントを集めた、それを元にしてオラクルを使ってこう階層化したというのがありました。これは言語のクラスでの階層化ですね。これと同じようなことを関数のクラスで考えましょうというわけです。関数のクラスで考えるときには簡単で、まあ、言語につきましてこうオラクルを つけると、これはどういうことかというと、プシダンオートマトンですよね。で、プシダンオートマトンにアウトプットのテープをつけて、そのアウトプットテープ、クイリーテープというのがありまして、そのクイリーテープに文字を書き込むとそれが、オラクルに送られて、オラクルが、アクセプトかリジェクトか、リジェクトかイエスかノーかの判定をしてからまた機械に戻してあげて機械が計算を続けるというのがありました。それと同じように考えます。で、 CFLMV の A というのはオラクルセット A というのを使いまして、先ほどのようにクイリーテープを付け出して計算をするという感じです。そうしますと、記号としては、CFLMV に A を付けたものを Sigma の CFL1 の MV と書くようにします。で、さらにそれが決まりますと、今度は CFLMV に先ほどの言語の K 番目ですね、 K 番目のレベルの、CFL ハイアラキーのエレメントを載せたもの、これをオラクルとして使ったもの、で、こちらの方は関数ですね、というものを、Sigma の CFL の K プラス 1MV と書くことにしますと、CFLMV ハイアラキーというのが作れます。
で、この MV っていうのはマルティバリュードですけど、それをシングルバリュードに制限をしますと、したものがこうシグマ CFLK の SV、シングルバリューということで、こちらもこの CFLMV ハイラキーから副産物として派生するということになります。で、どんな関係があるのかといいますと、シグマ CFLK の SV、シングルバリュードっていうのは、もちろんマルティバリュードの定番名でリファインメントできますし、それから、シグマ CFLK の SV と、それから K プラス1の SV ですね、1個飛んでるやつですね、K 番目と K プラス1番目がイコールになれば、あの元の言語のクラスですね、K と K プラス1番目も同じくなります。まあ、これはこの上に乗っかってる部分を考えてやればいいんですけれども、逆に今度は言語として K と K プラス1番目が同じ場合には、今度はシングルバリュードのファンクションで見ますと、K と K プラス1番目がということになります。さあ、それで、もう少しディファイメントしてみましょう。 CFLMB と CFLSB は CFLSB シングルバリューなものでリファイメントはできませんということを、証明しましたけれども、まあ、先ほどのシグマという言葉で言いますと、これは、ちょうど、0と書いてあります。これ1番目ですね。1番目と、こちらの1番目というのは、リファイメントできないということになります。じゃあ2番目、2より高いところの K の値についてどうなるかですね。CFL の Sigma の CFLK の MB と Sigma CFLK の SB というこの SB、シングルバリュードの方がマルティバリュードをリファイメントできるか、つまりたくさんある、アウトプットの中から1個だけ選ぶことができるかというと、これ実はわからないオープンプログラムになっています。で、この K に対して K プラス1を使うと、当然これ同じ K ですよね。これは分かりませんけど、これを K プラス1にしたやつですね。ここを K プラス1にしたやつを考えますと、ちゃんとリファイメントできますということが分かっています。じゃあ、この言語の方で K と K プラス1が同じ場合にどうなるかといいますと、K プラス1番目につきまして、ちゃんとシングルバリュードでリファイメントすることができますということになります。ここであの K に対して K プラス1で1個ズレがあるということが、ちょっと重要なんですけど、というかズレがある、これがズレがないかどうかというのがちょっとよく分かります。で、 CFLMB が CFLSB、 つまりこれができる場合ですね。できる場合には、実はポリノミアルハイアラキーですよね。多項式時間の通常の多項式で計算できるポリノミアルハイアラキーの、が潰れるということになります。ですからこれができるのかできないのかというのは、実はポリノミアルハイアラキーに関係する問題ということになっていますということです。さあ、そこで今度はアドバイスというのが今まで出てきました。この例えばPスラッシュポリというのがありますね。これは多項式の長さのアドバイスを使って計算をするという場合でした。この時にこのスラッシュを1個つけて、この右側の部分がアドバイスの長さを表すということをやりました。今度はダブルスラッシュというのを考えます。これは、ケブダーとそれから、この2人が考えたんですけれども、これをちょっとバージョンを下げまして、オートマトンのレベルで考えてみましょうということです。で、今この F というのをマルティバリュードのファンクションのクラスとします。で、レギュラーにこのダブルスラッシュを書いて F というわけですね。この F というのはこのマルティバリュードのファンクションクラスですけれども、これはどういうのかといいますと、まず言語 B というのを、レギュラーな、言語ですね、正規言語を取っていきます。それからファンクション H というのをこの F から取っていきます。その時に、この L という言語がここに入っているというのはどういうことかというと、この条件が何かですと、どんな X に対しても X が L に入っている時に、この H という関数の値ですね、 H of X、 これまあマルティバリュードですから値がたくさんあると、まあない時もありますね、空の時もあるわけですけれども、値があって、そこから Y というのを取ってきて、この X と Y というのをこう並べて書いてですね、このトラックノーテーションですけれども、それしたものを入力として考えるとちょうど B に入るということになります。つまりこの H の中のある値を入れてやると B に入る。で、この B っていうのはレギュラーセットですね。で、もちろんこれあのレギュラーの代わりに、ですからここのところを、ここですか、レブっていうレギュラーの代わりに CFL を使うと、この CFL スラッシュ、ダブルスラッシュ F というのも定義されます。
で、他のここのところをどん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 変えていくと別なものが出てくるということになります。さあ、そこで、レギュラーのダブルスラッシュの非決定性の有限オートマトンのシングルバリューのトータルな関数で、先ほどのように制限をつけたらどうなるかといいますと、CFL よりも複雑なものが入っています。で、逆に、CFL の中にもここに入らないようなものがある。つまり、レグ、ダブルスラッシュの NFASB というのと CFL というのはある意味比較ができない、どちらもこう含んでいるということがあるんですね。それから、レギュラーのダブルスラッシュの NFASB のトータルというのはコンプリメントに関して閉じていますですね。で、MB の方もコンプリメントに関して、コンプリメントっていいですよね、これ関数のクラスとしてのコンプリメントというので先ほど定義したやつですね。それから CFL と COCFL のインターセクションと、それからレグのダブルスラッシュの CFLSBT というのは違うということが分かります。で、実はこれ多項式の話にしますと、ある意味これは非決定性のクラスですから NP に対応していると思うので、 NP と CONP のインターセクションというのは P ダブルスラッシュ NPSBT ですねというのと一致するというのが、証明されていますと。それですね、例えばこの NP というのを CFL だと思って P というのをレギュラーだと思うと、これの、オートマトンバージョンというのは成り立ちませんよということが分かります、ね。まあ、こういう違いがあるんですね。オートマトンはちょっと特別ですね。メモリーの制限とかがあったりします。それから今度は CFL の上ですよね。シグマの K 番目と、それから π ですね、これはコンプリメントのシグマですけども、 K 番目のインターセクションというのはぴったりこれで定義をすると。つまり K が3以上の場合には実はこれイコールになるんだけども、これが、1の場合には成り立ちますということが分かります、ということです。さあ、それから今度は、ファンクショナルコンポゼーションですね、合成を考えます。合成関数です、ね、2つ関数があったときにまず G をアプライしてから F をアプライするということですね、これで、これ両方ともマーディバリューダのパーシャルファンクションですから、まず G をやって出てきたその Y というものをそれぞれに F に入れてきた、まあ、集合の全体という形で定義をします、まあ、これ値が1個しかない場合には G of X を入れて出てきたものは G of X が Y ですから、それをさらに F でやったもので、F、G をかけてから F をかけるという通常のものになっています。それの拡張版ですね。で、そういうものをクラスとして集めたというのをこんなふうに書く。で、これもちょっと基本たくさん重ね合成を繰り返すということも考えられます。これは1回繰り返す、これは K 回繰り返したものにさらにもう一遍繰り返しますから K プラス1回やってるという形で、ある意味ハイエラルキーを作ることができます。そうしますと1回やったものと2回やったもの、合成をつけて CFLSB の関数にもう一遍 CFLSB をかけたものっていうのは違う、つまり CFLSB はかけるごとにずれるということになります、ね。ということで、まあ、実際に具体的な例としてはこのこういう関数ですね、 X を入力として X をコピーしてもう一個並べる XX ですね、真ん中にちょっとセパレーターが入ってますけれども、こういうような関数って、これは、2回合成をすればできる。まず X を X のリバースにして、そのリバースのものを X にもう一回リバースし直すということを考えますと2回合成するとできる。ところ、それで、もしこれが CFLSB の2に入って、つまりこれがイコールだったと仮定して、2の方が1に入ってた場合にはどうなるかといいますと、それのこの関数を言語化したやつですね、入力 X シャープ X をもらってきて、これが、要するに、あ、じゃあ、この入力もらってきて、その入力がこの形をしているかどうかを判定するという言語に直したんです。を考えると、まあ、この関数型が CFLSB ですから言語は CFL に入っているんですけども、これはよく知られているようにパンピングレンマを使いますと入ってないということが分かりますから、矛盾が出ると。なんで矛盾が出るかというと、ここで CFLSB に入ってたということで実態は入っていないということになるということですね。さあ、それでもう一つ、今度はクレンテルが考えたのがそのオプト P という NP オプティマイゼーションの最適化関数を集めたクラスですけれども、それのオートマトンバージョンというのがあります。それをオプト CFL と書くんですね。オプト CFL というのはどういうのかといいますと、これは通常の関数ですよ。通常の関数で、
x をもらってくると、それに対して一方向の非決定性のプッシュダウンオートマトでアウトプットテープのあるやつがありまして、この M を走らせると何かアウトプットします。でこのアウトプットってこれ非決定性ですから、たくさんさっきのようにマルティバリューな関数ですから、たくさんアウトプットがあるんですけれども、その中の Y を全部見て、その中で例えばこのオプトっていうのがマックスであれば一番大きい値、実証式、実証式順で見て一番大きい値ですね。それからこのミンを取った場合には一番短いやつ、一番小さいやつというのをアウトプットする、そういう関数を集めたものがオプト CM。 オプテのオプト OPT っていうのはオプティマイゼーションっていうのは、つまり最適化、一番大きいか一番小さいか、ね、そういうものをアウトプットするクラスということになります。そうしますと、もうそれが実際にSigmaCFL2 の SB に入ってるのか、それとも3番目に入ってないのか、ね、この辺どのあたりに入ってるのかっていうのはちょっとよく分かっています。このオプト CFL がどのくらい複雑なのかですね。それから CFLK の SB が先ほどありましたように、これ逆ですよね。 CFL の MB が SB と逆です、ね、になってるかどうかということになります。あとはこの、シグマ K プラス1とシグマ K プラス2のマルティバリュードのバージョンがイコールになるかどうか、これも分かっていませんということになります。さあそれで、4番目の話題ということになりまして、今度は、ステートコンプレックスと状態量ですね、状態数というので測りましょうということになります。まあ、オートマトンを用意しまして、それぞれの状態数というものを、関数として見ていくということになります。でそれをもとにして、通常のコンプレックスティクラスですね、計算量のクラスを、特定していくというか、別なキャラクタリゼーションを考えるということを考えます。で、最終的な目標はどうするかといいますと、リニアスペースハイポテティスというのを以前やりましたけれども、これが成り立つか成り立たないかというのを、このステートコンプレックスティの言葉で表現したらどうなるかということをこれから見ていくことになります。まずステートコンプレックスティとは何かという話ですね。でまず今オートマトンがありますと、これは通常の普通の、ディターミニスティック、非決定性、ノンディターミニスティック、ディターミニスティック、それから、いろんな、オートマトンを考えてもらっていいんですけども、とりあえずオートマトンがありましたら、それの状態数というのを、M のステートコンプレックスティという呼びですね。でそれこれ今の場合ですと、有限オートマトンが1個でしたけれども、それを並べたもの、ファミリーにしたものを考えます。ですからこの N に対して N 番目のオートマトンというやつですね、というのを考えます。で、もちろん入力が違ってもいいんですけれども、面倒なので今入力は全てシグマと、ね、ここに出てくる有限オートマトンの列ですけれども、この列は全て同じ入力を取ると、ね、同じ入力記号を使う、約束しておきますと、ここに出てくる状態の数ですね、 N 番目の状態数というのは N に関する関数になるんです。これをこのファミリーですね、ファミリーのステートコンプレックスと呼びましょうということにします。こちらの場合は1個ですけど、こちらの場合には関数になるということですね。さあそこで、先ほどファミリーと言いましたけれども、あまりにもデタラメなファミリーっていうのだとちょっと困りますので、このファミリーをちゃんと記述するような方法があると、要するに N 番目の、有限オートマトが欲しいって言われたら、この N に対してちゃんとこの、M サブ N というものを記述すると、ね、そういうことができるようなことを考えます。でそれを L ユニフォームという言い方をします。つまり、有限オートマトの族、ファミリーが L ユニフォームであるということはどういうことかといいますと、決定性のチューリング機械でログスペースで動くと、そういうものを考えます。でもちろんこうアウトプットテープがありますとですね。で、1を N 個入力してもらってきますと、このチューリング機械はこの N 番目の有限オートマトンの記述をエンコードイングしたものをアウトプットする。これではエンコーディングっていうのを一つ決めとけばいいんですね。例えば、A という記号だったらそれを0に置き換えるとかね、B という記号だったらこう1に置き換えるみた
たいなことを決めておいて、そのエンコーディングのものを書き出すということをする。ただしこの時に使っていいのはログスペースであるということですね。でそういうものをこうユニフォームな L ユニフォームな、有限オートマトンのファミリーという言い方をします。まあ、これ今ファミリーの話でこう有限オートマトンのファミリーでしたけれども、有限オートマトンである必要はなくて、ここのところをこう回路にしたですね、サーキットにしたものを考えることもできます。でこの話はウィークの8でまた出てきますということですね。さあそこで今度は2つのオートマトンがイクイバラントであると、例えば M というオートマトンと N というオートマトンがイクイバラントであるというのはどういうことかといいますと、認識している言語が全く同じとき、まあ、振る舞いは違いますよ。多分 M と N と全く違う振る舞いをするんですけれども、アクセプトリジェクトだけを見てやるとぴったり一致している。つまりこうですね、 M がアクセプトするときには N がアクセプトして、 N がアクセプトするときには M がアクセプトすると、まあ、同値になっているということですね。まあ、ファミリーが同値であるというのは、このそれぞれの N 番目の値、この M の M サブ N と M サブ N と2つのN 番目の値がそれぞれイクイバレントであるという場合に、2つのファミリーがイクイバレントであるというふうに定義をします。さあその時に、ステートコンプレックスですね、今2つオートマトンがありとしましょうと。1つは例えば非決定性でも、1つは決定性と、ね、そうするとタイプ1のオートマトンからタイプオートマトンのタイプ2のオートマトンにこう変形するということを考えます。その時の変形にかかるステートコンプレクシティというのを定義します。でどうするかといいますと、その値が例えば T of N であるということはどういうことかといいますと、今、このタイプ1ですね、タイプ1のオートマトンの、状態数を N としましょう。そうしますと、それを変形して出来上がったタイプ2のオートマトンですね、そのオートマトンの、どうかな、あ、これかな、状態数は T of N を超えない。たかだか T of N というのがこの一番まあ大きくてもこの T of N、これがステートコンプレックスで、その時にただやみくもにこの N から M に変換をするんではなくて、これイクイバラントな変換をするということになります。つまり認識する言語は変わらずに機械の形だけを変えると、タイプ1からタイプ2に変える。その時に状態数はどのくらい増えますか。最初 N だったのが例えば N の2乗になったりとか、 N の3乗になったり、2の N 乗になったり、それが、このトランスフォーメーションのステートコンプレックスということになります。例えば、簡単な例で言いますと、ここにこう非決定性、まあ、イプシロンもあったりしますね。ここで、この非決定性なものを、こう決定性なものに変えるというですね。まあ、これはテキストブックによく出てくるようにこう集合を作ってってやつやる決定性に関する。その時にこちらの方ではステートコンプレックスでは3で、こちらの方は1234ということになります、ね、このようにどのくらい変わるかということを表したのが先ほどのステートコンプレックスというトランスフォーメーションになります。でステートコンプレックスでどういうふうに使うかといいますと、まずここで L スラッシュポリというのを、まあ、ウィークさんでやりましたけど思い出したんです。これは、ログスペースの計算でアドバイスとして多項式の長さのアドバイスをもらって計算するということですね。これは非決定性のログスペースのクラスと、それからこの決定性のログスペースだけれどもポリノーミアルサイズのアドバイスを使っても構わないというのが、実はこれこう含んでるか含んでないかというのは全然分かっていません。まず大問題です。で、多項ツイスとそれからペギゼイニーと、たちが、まあ、いくつかの論文で出しているんですけれども、このNL が L スラッシュポリに入っているというのと全く同じ条件をステートコンプレックスの言葉で書き直したということであります。で、どういう条件かといいますと、まず多項式があります。そしてどんな2方向に動く非決定性のオートマトですね、 2NFA これを持ってきます。今 N というステートだとします。そうしますと必ずこの多項式ぐらいのステートの決定性のオートマトンに書き直すことができる。ただし、さっきとちょっと違いまして、入力の長さは N 以下のものについてはぴったり一致している。それ以上についてはちょっとどうなってるか分からないけど、
入力の長さ N 以下のものについてはぴったり同じくなるような決定性のオートマトに変換をする。その時にどのくらいステートが増えるかというと、せいぜい P of N、 例えば N の2乗とか、ね、N の3乗ぐらいで出来上がりますというわけです。で、このテキストブックにあるような通常のやつを使うと、実はこれ、この決定性のオートマトが2の N 乗ぐらいものすごく増えています。こっちは多項式ですから N の2乗ぐらいですね、はるかに少ないはずですね。で、これができるということと、それから NN が L スラッシュポリに入るというのが同時になっています。つまり、ログスペースのチューリングマシンで入るか入らないかアドバイスを使ってっていうことという内容が、実はステートコンプレクシティで非決定性から決定性に直すと、せいぜい N ステートが P of N ステートでできますかっていう問題と同じだという話になっています。ね、こちらの有限オートマトンですから、メモリーもなければ何もないと、ね、書き直しもできないというですね、というようなものになります。さあ、それと似たようなことをリニアスペースハイポステスというのでできないのかという話をこれからしていくわけですね。で、ちょっと思い出してほしいんですけど、そのリニアスペースハイポステスというのはどういうのかといいますと、2SAT3 という言語がありました。で、この言語を解くのに、決定性のアルゴリズムを使って、例えば多項式の時間で、このくらいですね、要するにこの M っていう値のイプシロン乗と、ね、そこの後にまあこの L っていうのがありますけれども、L っていうのは、ポリログファンクションですね、ログの形状という関数ですけど、まあ、それほど重要ではなくて、そうですね、X の、まあ、パラメータ化されたサイズのイプシロン乗、イプシロンは0と1で、1は入ってます。ですからもっと少ないです。例えば2分の1乗とか3分の1乗とかっていう小さい数ですね、で計算することはできませんというのが、リニアスペースハイポステス LSH のようなものになります。で、ここでここに出てきた BL というのは何かと言いますと、入力がありまして、入力に対しまして、これがいいんですね。こちらは何かと言いますと、これは充足しているかどうかを、論理式、与えられた論理式が充足しているかどうかを判定する問題ですけれども、その与えられた、論理式の中の変数の個数を表す。で、実はこれ、2SAT3 というのがありましたけれども、実は 3DST4 ですね。要するに、有効グラフで、与えられた2つのバーダスリーズ、S と T というのがありまして、その S から T に、道があるかどうかですね。3というのはディグリーですから、それぞれのバーダスリーズのディグリーが高々さん。で、このBR というのは、要するにバーチシーズの個数もあります。これに対して、それのイプシロン上で抑えられるかということですね。で、これをステートコンプレクシティで表しましょうというのがこれからの話です。で、ちょっといろいろと条件をつけないとできないので、これからちょっと条件をつけていきます。まず最初に、その有限オートマトンなんですけれども、テープとしてはサーキュラーテープを使いましょう。つまり、左から右にずっと行きますと、まあ、ダラーサインがあるんですけれども、そこの次に右に行くと、今度はセントサインになる。つまり、こっち側とこっち側がちょうどこう、円のように、こういうような形でつながっている。ですから、右にこう曲がる、左に曲がると、くる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 こう回ってしまう、ね。こういうようなテープを考えます。それから、スイーピングというのを考えます。つまり、このセントサインとダラーサインの間は必ず一方向に進む。というようなことを考えます。で、これは元々の機械が2方向ですから、こうぐる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 回り続けてもいい。ですから、ワンウェイのファンクションと、ワンウェイのオートマトンとはちょっと違うということですね。ワンウェイですと、1回行って終わりなんですけれども、これは中にぐる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 回るということになります。さあ、そこで、もうちょっと言います。今度は、2方向に動く、非決定性のオートマトン、まあ、こういうブランチが分かれるわけですけれども、C ブランチングであると。つまりどういうことかといいますと、この枝分かれのそれぞれの個数の最大値が、例えばこれ3以下であると。つまりここでは3本に分かれて、ここで3本に分かれて、ここ2本ですから、一番大きくても3と。この場合ですと、ここで2本、この下は1本ずつですから、一番大きくて2本ですから、2ブランチングということになります。
その枝分かれの一番大きい個数が高々 C になるということですね。まあ、決定性でしたら必ず1本しかないんで1ブランチングになると思います。でこのファミリーで考えるとですね、オートマトンファミリーで考えた時にはコンスタントブランチングっていうのは、まあ、ある定数 C というのが存在して、全ての N サブ N というのが C ブランチングであるという場合に言います。さらにもうちょっと条件がありまして、今はもうテープはもうサイクルだったとしておきまして、この機械ですね、2方向の NFA がシンプルであるというのはどういうのかといいますと、先ほど言いましたようにテープはサイクルなのでヘッドはスイーピングしています。つまり1方向にしか進みません、ね、で非決定性のチョイスですね、まあ、通常は1ステップどのステップでもこう枝分かれしていいんですけれども、今回はもうちょっと制限をつけて、このダーンサインを読んでいるときだけ分かれると、それ以外のときには決定的に動くという場合ですね。という場合にこの機械をシンプルと呼びましょうということになります。でこれから考えるのは、シンプルでコンスタントブランチングな 2A の NFA の、ファミリーというのを考えます。まあ、そこでもう一つ思い出してほしいのは、オータメイティングファイナリートオートマトというのを考えます。AFA と省略してますけど、2A ですね。両方向に変動のわけです。で、これはこう枝分かれをするんですけれども、その枝分かれをするそのこのステートのところが、存在のステートと、それから全てのステートというふうに分かれています。で存在があって、次は全てになって、次存在になって、次全てになるということです。で、その時に、この存在は中に赤いのが1本でもあればいいと。で、今度全ての状態の時にはその下は全部赤くないといけない。で、存在は1本赤ければいいです。で、全ては全て赤いと。というようなこの整合性があるような場所があるかと。つまり赤い全てが来て、その上が赤い1本が来て、全てが来て、1本来てと。で、これをアクセプティングサブツリーというんです。こういうものが存在するかと。こっちは存在しないんですよね。例えばここでこう見てやると、ここ赤いのが1本でもない、1本ないというのがでダメ。例えばここは赤で全部で1本来てますからいいんですけど、その下1本赤いのがここに来て、これ黒くなってますからダメというんですね。ですからこっち側はリジェクトで、こっち側はアクセプトというふうに約束するということになります。で、今度はその AFA、先ほどのこれですよね。これ AFA ですけれども、この AFA の中でその狭いやつを考えます。どんなふうに狭いかといいますと、この全てのところに出てくる場合ですね。まあ、これ同じものが出てきたのは一つ同じものだと分かるので考えます。そうすると、まあ、木じゃなくてグラフになるんですけれども、でこの全てのところに出てきたこの丸の個数ですね、この異なる丸の個数は、たかだか F of X である。要するにこう狭い、こう横にガーッて広がっていかないってこと。まあ、広がるんだけども抑えられて、広がるんだけど抑えられて、そういうようなものを起こして、F of N narrow と狭いという言い方をします。ね、さあ、そうし、それに、それがもう一つあります。今度、スペースコンストラクタビリティというのを、ある関数、N から N に行く関数なんですけれども、これが、T of N times スペースコンストラクタブルであるというのはどういうことか。と決定性のオートマトンがありまして、入力項1を N と並べたものがあったとしましょう。まあ、アウトプットテープは最初ブランクなんですけれども、その時にこの T of N の比例する、まあ、C 倍ですよね、定数倍したもの、このぐらいのステップで、このアウトプットテープにこの F の個数だけ1を書くと、ね、ということができる場合に、この F という関数と T of N タイムスペースコンストラクトをします。まあ、通常のスペースコンストラクタブルというときにはこの時間制限がないんですけれども、今回時間制限がついたスペースコンストラクタブルな関数というのを考えます。そうしますと、実は、その前に今度は P サブリンというのというのを考えます。P サブリンというのは前に出てきましたけど、多項式の時間で、それでリニアサブリニアな、スペースを使って計算できる、言語の全体なんです。それを考えましょう。で、タイムスペースというのを考えます。これはどういうのかといいますと、これだけの時間でこれだけのスペースを使ってアクセプトされるようなパラメーター化された言語の全体ということになります。
で、この1番目と2番目というのが証明できるということになります。で、今 t というのはログスペースで計算できて、この l というのは先ほどのように t of n の時間でスペースコンストラクトしましょうということになります。で、m としては、ここに書いてありますけど、 l というのは言語で、それから m というのはログスペースで計算できるサイズパラメータとしましょう。で、その時に言語 L とそれから入力パラメータ M というののペアですね。これが T の時間で、しかも L の領域、メモリー領域を使って計算できるときには、うまくコンスタントが選んでやると、確かにこのファ、それからファミリーですね。この2方向に動く AFA ですね。オータネイティングファイナイトオートマタで、これだけ狭い形をしているファミリーで、しかも L ユニフォームなものが存在しまして、それぞれの M というのはこの L の値ですよね。これはキャラクテリスティックファンクションの形で書いてます。 LX が L に入っているとき1で、入ってないとき0を表す関数ですけど、この関数を計算している。で、逆にこうコンスタントがあって L ユニフォームなファミリーで、これだけのナローな AFA、2FA があったとしましょうと、ね、で、これはこの L を計算しているとしましょうと。そうしますと、この L の複雑さはどうなるかといいますと、 T×L の時間で L プラスログの T プラスログ X と、このくらいの、メモリーを使うと計算できる。まあ、ちょうどこの部分であればこちらができる。今度はこちらであればここなんですけども、ちょっとだけ余分に付け加えてやると入るということになります。あとはこの T とか L とかうまく取ってあげればいいということになります。そこでこんなことがある。それからもう一つ今度は、何がわかるかっていう話ですね。バーンズたちが、アルゴリズム、その DSP コンですね。これは有効のグラフで、2つのバーティシスの間に道があるかどうかということを判定する問題なんですけども、これの、まあ、早いアルゴリズムらしいですね。で、これと先ほどのこれですね、この定理を組み合わせてやりますと、こういうことが証明できます。で、どういうことを証明することができるかといいますと、どんなユニフォームなファミリーでコンスタントブランチングで、しかも N ログ N の状態のシンプルな 2A の非決定性のオートマトというのを考えます。これ何でもいいんですけど、取ってみます。そうしますと、それを 2AAFA で、しかもこれだけのナローな狭いもので、ちょうど多項式ぐらいの、状態数で、の有限オートマトに変形することができる。ただしイクイブラントでからその、認識する言語は変わらないというわけですね。で、ここを見てもらうんですけど、 N、 さっきまでやったのは N2 でイプシロンですね。 N のイプシロン乗でしたけど、これ N の1乗を引く、ルートログ N 分の C と、で C はまあコンスタントなんですけれども、という形でここのところは、N の値が大きくなればなるほど1に近づいてしまうというんで、 N の定数乗という形にはなる。ですからここの部分が N のエピシロン乗になるかどうかっていうのは、いまだにまたオープンな未解決な問題ということになります。まあ、それはちょっと置いておいて、この LSH と同値な条件っていうのが2つあります。まあ、これは正確に言うと、リニアスペースハイポテスが成り立たないというのと同値になっているということですね。まあ、これの、タイムを取れば、成り立つ場合の主張が出てきますけれども、まず LSH が成り立たないというのと同時な条件の一つ目は、まあ、コンスタント C と K っていうのを勝手に取ってきますと、それに合わせてこのイプシロン0と1の間ですね、1は入ってませんけれども、というのが存在しまして、 L ユニフォームなコンスタントブランチングでシンプルな 2NFA で、内部状態が CN ログ N の形状ですか、このくらいのものを仮定にとってきますと、必ず同値が 2FA、2AFA ですね。で、しかもこの N のイプシロン乗などなものに書き直すことができます。ただし、ステートの数は、
多項式になるんですね。それからもう一つの条件としては、どんなコンスタントを C を取ってきても必ずコンスタントエプシロンですね、0、1の間にあって、しかもログスペースで計算できる関数があって、まず C ブランチングでシンプルな N ステートの 2NFA をのコード化したもの、エンコーディングしたものを入力として入れてやると、この F というのはアウトプットとしてこれだけなナローな 2AFA ですね、しかもイクイバレントでなる、そのエンコーディングを返してくれると、そういう関数が存在するというのと同時になります。でもうちょっと分かりやすく言うとどういうことかと言いますと、要するに LSH が正しいか間違ってるかっていう、特に間違ってる方には、正しいかどうかっていうのは、要するにコンスタントブランチングなシンプルな 2AF、違います、これ N ですね、 2NFA ですねというものの、N ポリログぐらいのステート状態を持っているものが L ユニフォームな、この N イプシロンナローな 2AFA に書き直すことができるか、しかもその 2FA が、ポリノーミアル、スーパーポリノーミアル、ポリノーミアルを超えて、もっと大きい、ね、さらに速くなる、そういうものであるかどうか、そういうものが存在するかどうかということを証明すればいいということになっています。で、今言ったのはそのユニフォームな場合を考えて、 L ユニフォームという場合を考えたんですけども、それを今度はノンユニフォーム化するということを考えます。ノンユニフォーム化するというのはどういうことかといいますと、P スラッシュポリノと同じようにこうスラッシュポリをつけるんですよね。ですからアドバイスをつけてあげる。でアドバイスをつけるためにはどうするかというと、そのね、その元々にある、チューリング機械にアドバイステープをつけてあげればいいということになります。そうしますと、P サブリンというのにも、P サブリンというこれユニフォームな、言語クラスですけども、これをノンユニフォーム、ノンユニフォーム化することができるということになります。さあ、そうしますと、LSH ですね、リニアスペースハイポステスもノンユニフォーム化することができます。で、そのためにはどうするか、その主張はどういう主張かといいますと、2SAT3 というのが P サブリンスラッシュポリと、スラッシュポリをつけてもできませんよと、ね、というふうにすればいいということになります。そうしますと、このノンユニフォーム化したリニアスペースハイポテシスというものにつきましても同値条件が得られるということになります。で、LSA、ノンユニフォーム化した LSH が成り立たないというのは次の条件と同値になります。で、どんな C を取ってきても必ずイプシロンが存在して、 C ブランチングでシンプルな N ステートの 2NFA というのを取ってきますと、それがいつでも2AFA ですね、この N イプシロンナローなポリノーミアルサイズのステートに変換することができるということになります。ですから先ほどまであったその L ユニフォームというようなきつい条件ですね、あるいは関数が存在してログスペースで計算できるという条件が全部消えてしまう、結構スッキリとしたものになるということになります。要するに、こういう 2NFA があったら、それをこういう状態条件を満たす 2AFA に書き直すことができるかできないか、それだけの判定になります。オープンな問題としては、先ほどのこのファクターを N2DEPSIONにできるのかどうか、あるいは LSH が正しいのか間違っているのか、あるいは別なキャラクタリゼーションですね、今回ステートコンプレックスで使いましたけど、別なものができる、キャラクタリゼーションがあるかということ、それから、今回ステートコンプレックスを使って言い換えをしましたから、その言い換えをしたもののしたものを使って、どんなことができるのかと、こういうところが、これからの課題ということになります。で、いよいよ最後の話題になりますけれども、タイプ2のコンピューター計算可能性ということになります。で、まずヒストリカルなところからいきますと、歴史的に言いますと、コンスタブルあるいはメンホーンという人たちが、1970年代に、このポリノーミアルタイムですね、多項式時間の計算可能性の話をして、いろいろと、研究し始めた。で、タウンゼントが1980年代ですね、最初、多項式時間の計算可能性を、通常の計算っていうのはタイプ1の計算と呼ばれるんです。
それをタイプ2に拡張した。そうすると関数というのも、関数というのはファンクションですね。それがファンクショナルという形に変わります。まあ、要するに関数をもうちょっと一般化したす、汎用化したものになります。でバスとかが、まあ、似たようなことをやっています。あとはコーが、今度はオペレーターのクラスというものを考えるわけですね。これもタイプ1の外側になるんです。それからあと山上が、まあ、1995年ですからだいぶ後なんですけれども、タイプ2、まあ、このタウンゼントがやった内容を、まあ、さらに拡張したということをやりましたということですね。でファンクショナルとそれからあとはリレーションですね、関係というのを見ていきますと、まずあの自然数ですね、0、1、2、3というのを、まあ、通常 N って書いてたんですけども、今回はこのオミーガを使って書きましょうですね。でオミーガとオミーガって書いたら、これはどういうのかといいますと、これはオミーガからオミーガ、つまり自然数から自然数への関数の全体というのを書きましょう。でそれを並べたものですね。例えば、オミーガ、オミーガ、オミーガって言って、オミーガからオミーガへの関数、オミーガからオミーガへの関数と、こういうふうに5つ並べたもの、これを3カンマ2と書いて、この3つあってこっちに2つあるということで3カンマ2と、一般には K カンマ L と書きましょうというわけですね。でこちらの方は通常の、数字の並びですね。こっちは関数が並んでますから2つに分けて M とそれから α と、 M っていうのはこの K5 数字が並んだ列で、 α っていうのは L5 関数が並んでいるという感じになります。でパーシャルなファンクション、さっきも出てきましたけれども、ランクというので KA と K カンマ L ってここにありますね。これをランクと呼ぶということにしますと、 F のドメインは K サブ、K カンマ L のオミーガで、イメージですね、それはオミーガ、行った先ですね、まあ、考えましょう。それから、ファンクショナルの、ファンクショナルっていうときに、こちらはあのパーシャルなファンクションですけど、トータルの方はここのところがイコール、つまりあの定義されてないものがない、すべて定義されているということになります。でリレーションっていうときには、これ、まあ、ある意味で、要するにファンクショナルのうちにアウトプットが0か1か、正しいか間違ってるかということになります。ですから、この計算、計算マイルオーの部分集合になる。今度はこういうものを使う。それからあとオラクルというのを今度はファンクション化します。で通常のオラクルとちょっとだけ違う点だけ言いますと、まあ、あのクイリーテープがありまして、普通のチューリング機械でそのクイリーテープというのがついているんですけれど、まず M というのは入力をもらって計算をします。であるところでそのクイリーテープにそのストリングを書きます。そしてクイリーテープからクイリをするという状態に入ります。でクイリする状態、旧クイリに入った途端にこのクイリ、テープに書かれた語というのがこのファンクションオラクルに自動的に送られます。でファンクションオラクルですから今ファンクション F としておきましょう。そうしますと、まずあのこのクイリワードがオラクルに送られますと自動的にからあの書きあのブランクになるということにしておきます。でヘッドはもう元に戻る、自動的に行われる。それからこのファンクションオラクル F というのはこのもらああの機械から送られてきたストリング Z に対して F of Z というのをそのままこのクイリーテープですね、クイリーテープに書き込んでしまいます。つまりその、F の値がそのままテープに書き込まれるということになります。そして M の、 この機械の内部状態はアンサーされましたよと、もう答えが出ましたよという状態に入ります。そうすると機械はこの状態をもらったらまた活動を始めると、ね、再開するということになります。ただ問題なのはこれ今まではこのアクセプトリジェクトイエスノーというのがオラクルから来ました。ところが今度は関数ですから、質問した語というのが例えば3ビットだったのにもらったものが1億ビットなんてこともあるんですね。そうしますと計算時間が短いものですと全部を読むのはできないと。例えば300ステップしか進まなかったら1万ビットもらったって全部読めないんですよね。そういう場合もありえますということです。で、まあ、ちょっと言いますと、クイリーテープに書いて Q クイリーに入りますとこれが送られて Z が送られる。で F の方でこれは自動的にブランクになってヘッドは戻ります。そうした時に F of Z が自動的に書かれて Q アンサーの状態に入るというんで、ここから機械がこのもらった答えを読み始めるということになります。はい、さあ、それ で今のようなファンクショナルと、まあ、
ファンクションに対してファンクショナルという言い方をするんですけれども、ポリノミアルタイムで計算できるというのはどういうのかといいますと、先ほどのようなファンクションオラクルを使ったチューリング機械で、ちゃんと計算ができますよということになります。ここはさっき言いましたよね、もし長い答えが返ってきたら読めませんということです。さあ、そこでそのファンクションオラクルって どこから来ているのかといいますと、ちょっと元に戻りますと、ここですよね。ここのところでその F というのは通常の数字の入力のほかに関数の入力もあります。でこの関数の入力っていうのはどうするかっていうと、それは実はオラクルとして与える。つまりここで言っているそのファンクションオラクルのオラクルは、先ほどの右側から右側へ行く関数と入力としてもらってきた関数が実はオラクルという形で外から与えられるという形になります。これもファンクショナルからすると入力の一部ということになります。でリレーションというのはがポリノミアルタイムで計算できるというのは、まあ、こちらと同じようなんですけども、決定性のファンクションオラクルのチューリング機械があって、ちゃんとアクセプトリジェクトがぴったり一致してますよという場合に言います。それで特に多項式で計算できるファンクショナルを PTF と、ポリノミアルタイムコンピューラブルファンクションの略で PTFで、さらにこれにオラクルをつけるということを考えます。でこの時のオラクルというのはこう、まあ、A というオラクルにしますと、このオラクル A というものを使って、計算できるものです。ですから普通の PTF をさらにレラデバイ相対化したというわけですね。でこの A の代わりに、集合プラス C というのを使いますと、こういうユニオンで、定義できます。でポリノミアルタイムハイエラルキーというのがありますで、それはまあ要するにタイプ1のオブジェクトに対してですけども、それをタイプ2のオブジェクトにしたものを考えることができます。もともとタウンゼントがやって、山上が拡張したものなんですけれども、まず0番目というのは、まあ、このデルタレベル、シグマレベル、パイレベルも全てポリノミアルタイムで計算できる関係の全体というふうにしています。ここに0カンマ P って書いてありますね。今まではただ P だったのが さらに0というのがついている。これがちょっと違うんですね。でシグマの 0P の K プラス1っていうのは、パイの 0P の K というものの、リレーションを取りまして、で、そうですね、これ言うようなんですね。このスクエアの 0P0 っていうのは PTF です。でこの PTF で計算できる F というものを取ってきて、こういうリレーションを考えます。要するに X というのがこの F の mα という値、 F を入れた値以下のところにありまして、この X を入れた X と M と α というものが正しくなる。それのコンプリメントですから、存在に関して全てというんですね、このリレーションが正しくなる。 これを入れたこのリレーションを考えますね。入力としては M と α と、まあ、X というのはバウンドされてますから入力としては M と α ですね。 M と α を入れるとこれが正しくなるかならないかというリレーション、それを集めるということになります。で、π の時にはここが π の反対でこうセグマに変わるということになります。でスクエアの K プラス1っていうのは PTF のところにこのセグマの 0P の K と、ね、この1個 K ですね、これを入れていますということになります。でこれをリレーションに直すにはキャラクタリスティックファンクションを取っていって、ここに入っているものっていうふうに集めていけばいいということになります。こうしますとポリノミアハイラキーというのが定義になります。ちょっと面白いことにハイラキーテオレムというのが証明します。タウンゼントが1990年に証明したのは、デルタ、シグマ、パイというのは全て異なっています。でスクエアも N と N プラス1はちゃんと違ってますよということになります。これは、まあ、オラクルを使っているというところですね。タイプがタイプ1からタイプ2に変わっているというところが違っていますね。それでデルタの NP の K プラス1というのはこんなふうに定義をします。まあ、通常のデルタの K プラス1ですと、ここのところが PTF のシグマの K の 0P ですけれども、これをやめて、その代わりに 0P の K-1 ですね、1個前と、それからこちらの方はタイプ1、通常のポリノミアルハイラキーのシグマの K レベルですね、これを入れたもので定義をしたものをこんなふうに書きますと、実はこのシグマ PN、それからシグマ PK、デルタ PN と、それからシグマ PN、これ、普通のタイプ1のポリノミアルハイラキーの N レベルですけれども、これがイコールになるかどうかっていうと、この2つがイコールになるかというのがどっちになります。
まあ、似たようにこのシグマとパイにつきましても同じようにこのシグマ PKN とパイ 0PN のインターセクションに入っているかどうかというのが実はどっちになるというわけですね。まあ、これ違うんですけれども、まあ、同じような形で同値になります。そうしますとこのデルタ 0PN とデルタ NPN プラス1とこれがイコールになるかどうかが未解決だということになります。でさらにそれをレラティバリスモと考えますとタイプ1のコンプレクシティクラスを取ってきまして、それをそのままそのファンクションオラクルをつけてタイプ2に拡張するというのを考えます。まあ多少あの条件がつきまして、このリソースバウンドっていう、例えばタイムだとかスペースだとかっていうものがこう共通しているというわけですね。で、そういうものの種類として、例えばこう AP とか NP とか BPP とか NP インターセプト、Core NP とかっていうのが取ることができます。で、そこで今、タイプ2のリレーションを R として、オラクルを A としたときに、この R に鍵括弧 A っていうのをこんなふうに定義をします。で、どういうふうに定義をするかっていうと、この R っていうところに X と A というのを入れていきます。ね、ですから、それをこう省略してこう書きましょうというふうですね。そうするとこれが、リレーションになるということになります。要するに X が入ってるかどうかっていうのが出てくるというわけですね。で、その時にはこっちで判定しようということになります。この A っていうのが、まあ、オラクルなんですけれども、これオラクルっていうのは、通常のオラクルっていうのは関数として見ることができますから、関数として、ここでファンクションオラクルとして与えたリレーションということになります。で、出来上がるです。この X はまあタイプ1のことです。それをこう上に、今度は日本線を書いて、考えますと、この C の中に入っているものですね、を取ってきて、それにこう鍵括弧で A をつけたやつを全部集めたものをこう書きましょうと。そうしますと、どういうことが分かるかといいますと、C に対して C のこうダブルバーっていうのがありますよね。で、C の A とそれから C のダブルバーに鍵括弧の A をつけた、これがいつでもどんな A についても成り立つ場合と成り立たない場合と2通りあって、成り立つ場合のことをレギュラーと呼びましょうと。と P とか NP というのはレギュラーですね。これ P の A と P の A の上にダブルバーしたもの、それから NP もそうですけど、これはいつでも成り立ちます。どんなオラクル A についても成り立つので、 P とか NP とかっていうのはこの意味ではレギュラーです。じゃあレギュラーなものの他に何があるかというと、レギュラーじゃないものをイレギュラーという名前を付けますと、まあ、クック、インパムリア2、山上が、ちょっと前ですけど97年に証明したのは、NP、インターセクト、コー NP と BPP というのはイレギュラーです。レギュラーにはなります。つまり、うまく A と B というオラクルを取ってやると、左と右はイコールになりません。ね、これことが証明。そこであのジェネリックオラクルっていうのを前にやりましたね。これウィーク4でやったんですけど、実はそのジェネリックオラクルがまたここで出てきます。タイプ2と実は関係がありまして、C と D っていうのがありますよね。2つありますと、それにジェネリックオラクルを入れてやると、この2つのタイプ2のクラスが、こう代償関係、まあ、包含関係があるのと、それからそれをタイプ1にした元々のやつですね、 C と D、こっちはダブルがついてまして、タイプ通過したやつなんですけども、この元の方にジェネリックオラクルを入れたものの包含関係とぴったり一致するということになります。つまりタイプ2で考えるのとジェネリックオラクルで包含関係を考えるのが実は同じくなっているということになります。ですからジェネリックオラクルがで成り立つか成り立たないかと調べようと思ったらタイプ2にすればいい、逆にタイプ2の方で何かを知りたかったらジェネリックオラクルに直すということがあります。さあ、それでジェネリックオラクルのパワーなんですけど、先ほどありましたよね、この NP と CoNP と NP のダブルバーと CoNP のダブルバー、それは BBP と BPP のダブルバーと、これはあるオラクルを取ってくると右と左が違っていると、つまりイレギュラーであるというわけなんですけれども、これジェネリックオラクルに限りますと、実はどんなジェネリックオラクル、これ無限にたくさん、無数にたくさんあるんですけども、イコールになります、イコールになりますということをクック、インパムリア2、山上が証明したということになります。この特別な A とか B とかでは違うんだけれども、ジェネリックオラクルはどんなものを持ってきても成り立つということになります。さあ、そこで、まあ、オープンなプログラムですが、ハイアータイプ、まあ、タイプ2の話をしましたけど、タイプ3、4、5というふうに定義ができます。で、それについてのあんまりこう理論というのが
ないので、それをこう発展させてくださいというのが、まあ、文教文ですね。それから先ほど言いましたようにイレギュラーだけれどもジェネリックオラクルでちゃんとイコールになるようなクラスは他にどんなものがありますかというですね。 NP インターセクト、 4NP と BBP の話はやりましたけど他にありますかという話ですね。こういうようなことが、分かるといいなという形で、今日は、終わりということになります。で来週は、第7週目になりますので、しっかりと、勉強しておいてください。以上です。ご苦労様。